いよいよ。はい、続いては、うん、キャラクターについて紹介していきたいと思います。はい。まずは、私、チスがはるかが演じております、ハルドリつぐみですけれども、うん、つぐみちゃんは武器、ハルバードの素質を持って渋谷に入学した少女。うん、ロマンチックで、うん、自称、恋に恋する14歳。あ、最後に言ってましたね。はい。うん、で、臆病なんだけれども、時に熱い情熱を見せる、うん、一言で言うと、うん、普通の女の子です。うん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 、はい。どうです、うん、どうです、なんか似てるとことかある？普通の女の子ってとこは限りなく似てるかなって思うんですけど。でもそうすると沙織ちゃんに庶民って言われちゃうよ。もっと他の言葉考えないと。この庶民がやった、庶民言ったことないですね日常生活で。そうか、もう間違えてた、ごめんねもっと言ってって感じですけども目覚めてる、もう目覚めてるこんなところで無機質見せていいの？大丈夫大丈夫、ちょっと、はい、小出しにしていきたいと思います。わかりました。続いて、いや、演じててどうとか、うん、演じてて、うん、演じてては、うん、やっぱあの結構その1話とかだと、うん、あのつぐみちゃんが入学するところなので、うんうんうん、こう新しい環境に、うんうん、飛び込むっていう意味で言うと、うん、あの初めて私もそのレギュラーの役をいただいて、うん、アフレコの現場に飛び込むっていうところで、かなりこう境遇とか心の動きは共通しているところがあって、うん、なんか一緒に心が動いてるなって思うところはたくさんありました。はい、でもなんか確かにこう一緒に隣に座らせてもらってアフレコ現場にいるとすごい緊張してるんだけど、前は必ずこういろんなアプローチで努力されてるのがあの台本とかから見えるから、なんか、あ、こういうの忘れちゃいけないなって先輩思って。いやいやいや、一応先輩、先輩、大先輩、ボケちゃったみたいなのありますね。ありますよね。そう、なんか音響監督さんがね、現場に必ず毎回ね、あのパンを差し入れてくださって、うん、私たちすぐお腹が減っちゃうんですよ、若さで。なんで最後に言ったと今それ言っとこうかなと思って。そう、うん、みたいなことがありつつ、なんか和気あいあいとね、うん、撮っていたりするよね。はい、そうです。そうだね。